もっと馬のこと分かるようになりたい、もっと馬の扱いも含めて上手くなりたい、これが私の今思っていることですね。その乗り手の感想、まあ、フィードバックを、得ようという姿勢っていうのはすごく熱心で、その馬のことを理解しようという姿勢がすごく伝わってきますね。そのレースで僕がどう乗ったかっていうことよりも、あの自分たちに次何ができるかっていうことを本当にいつもお話しされるので、あのすごくこう前向きな厩舎だなっていう印象です。長い直線の、叩き合いっていうのは見ててやっぱりこう魅了されましたし、今でもしっかり覚えてますね。やっぱ奥の深いと思うんですよ、競馬って。やっぱり同じメンバーでやっても、例えば枠が違う、天気が違う、馬場状態が違う、競馬場が違う、もうこれだけで結果が同じっていうことはまずないと思うんですよね。となるといろんなチャンスがあると思うんですよね。力が拮抗してればしてるほど。だったらやっぱり馬のことをよく分かっている人がやっぱりいい成績を上げるんじゃないかなと思うので、やっぱりもっと馬のことを分かるようになりたいなというのは思いますね。もう一歩ずつ今できることをやっていくしかないっていうふうに思ってます。とにかくやっぱり今自分ができることを、目の前できることをコツコツやっていく、もうそれだけだと思ってます。それで少しでも成績上がれば信頼もされるし、入ってくる馬の質も変わってくるんじゃないかなと、はい、そう思ってもできることをやるだけです。スタートしました。少しばらついたスタート。好スタートは1枠2頭進のなでしこ、レッドクッキートン2番手に上がってきた。そして追い込んできた12番のレッドベルオーブ、馬場の4分どころ追い込んでくる。さあ先頭は9番ストゥーティーっていう、まあ福田ジョッキーで勝たせてもらったんですけど、まあ最後にコメントとして、やっぱよくしつけられた馬ですって書いてて、やっぱそれは僕は本当最近一番嬉しかったですね。やっぱりやってることは間違ってはないし、まあ、これでいいんだなっていうのはちょっと思いました。もっと福永さんに頼めるようになりたいなとは思ってるんですけど、まだ僕らの業者がそこまでたどり着いてないなって思います。だからスタッフにはやっぱりいつも言ってるのは、しっかり、しつけも含めて、人と馬のコミュニケーションができるようになったら、もっといいジョッキーには乗せれるんだと、ね、そうするとおのずと成績は上がるんだっていうふうに言ってるんですよね。だから日々そこはきっちり意識して、あの馬と付き合うように、向き合うようにっていうのは言ってます。はい、それを言い続けてようやく6年目、まあ、少しずつなんか形にならないかなと思い始めている頃ですね。3番手その後ろから接近、13番アスターベガサス、間からは7番アウィルアウェイです。さらには10番エイティンガール、その後ろに11番リーフダイバーですが、6番ディアンドル先頭ですが、外から13番アスターベガサス接近するが、6番ディアンドルが接近合理、13番アスターベガサス2頭並んでいました。乗馬センターで小学生の時に乗馬やってる時に、大村先生があの一般のあの人として乗馬センターに来られてて、だから本当にもう付き合いで言うと20年以上になるんですけど、僕はまだ本当にチンチクリの時にあの乗馬一緒に習いに来てるお兄さんっていう感じでしたね。乗馬園でやってた時に、やっぱりいつかは自分が調教師になれたら、いつかはユースケジョッキーで G1 も勝ちたいなって思いもやっぱりその時から少しはあるので、はい、まあ、彼とステップアップできたらいいなという思いはあります。
これからどん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 成績にも表れてると思うんですけど、これからもっともっと活躍する厩舎だとは僕は思ってます。こっからですわ。やっぱり結果出さないとやっぱダメなんで、僕らはなんといってもやっぱ結果です。はい、やっぱいくらこう従順で乗りやすくても結果出なかったらと思うので、やっぱり非常に運動神経良くて俊敏性もあるので、まああまりこう言ってしまうと、まああまり良くない力入ってしまうんですけども、やっぱり桜花賞っていうのは目標に置きたいなっていう思いです。